みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギターカフォッシュの竹澤でございます。2016年版使用機材の紹介、イエーイということで、僕が普段使っているギターを皆様にご紹介させていただこうかなと思います。過去にも何回か使用機材の紹介動画みたいなのを作ってはいるんですけれども、いまだにコメントでちらほらと新しいのを作ってください、新しいなんか紹介動画を作ってくださいみたいなコメントをいただきますので、ちょっくら久々にやってみようかなと思った次第でございます。2016年版ということで、ちょっとラインナップが変わったりとかしているんですが、よかったら参考にしていただけますと幸いでございます。それぞれのギターに対する話なんかもちらちらさせていただきますので、今後のギター選びの参考なんかにしていただけると嬉しいなという感じでしょうか。Yes! そんな感じです。とりあえず1本目にまずご紹介させていただきたいのはこちら、ビル・ローレンス。というメーカーの BL-1 というギターでございます。すごい古い動画から、ね、ずっと登場し続けているから、普段動画をご覧いただいている方々にとってはすごくおなじみだと思うんですけれども、いまだにやっぱりこれは使っております。ビル・ローレンスというのはピックアップのメーカーなんですけれども、日本の工場がビル・ローレンスという名前を借りて、ブランドを借りて、日本で生産していた昔ながらの純国産ギターという感じですね。80年代初めから半ばぐらいにかけて、多分すごい流行ってたと思うんですけれども。で、定価が7万8万くらいだから、お店で6万円ちょっととかで買えてたような、そんなに言うほどいいというわけでもないギターでございます。ちょっと弾いてみると、こんな感じ。こんな感じのなんかジャキジャキ系サウンドのギターという感じです。L500 というピックアップが入っているんですけれども、これがとにかく特徴的でございまして、もうどんなアンプを使っても、どんなエフェクターを使っても、すごくドンシャリになるという、すごくありがたいのか迷惑なのかわからないような特性を持っております。この、ね、ドンシャリっぷりが、好きな人はもう大ヒットするようなギターなんですが、そのドンシャリすぎるがゆえに、若干扱いにくい側面もあったりするのも事実でございます。そんな感じです。このギターに関しては、弦高をすごいこのベタベタに低く設定しているので、かなり弾きやすい状態になっております。動画をご覧いただいている方々の中に、少なからずこのギター触ったことある方、弾いたことある方いらっしゃると思うんですけれども、みんな、弦高弾くっつってこう驚くぐらいに。皆さん驚くぐらいに弦高がすごいベタベタな感じでございます。で、ハムバッカーなんでね、やっぱりそのパワーある感じしますし。ロック系を弾くときには必ずこれを使うかななんていう感じでございます。自分はたまになんか年に何回か忘れた頃にふと思い出したかのように、このポール・ギルバートに超ハマる時期がやってくるんですよ。で、こうね、すごいひたすらオラ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 、ブラ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 みたいなことをやり続けて練習し続けるわけなんですが、そのときはこのギターを必ず使うかなという感じです。本当にもう弦高をめちゃくちゃ下げてたんで、めちゃくちゃ弾きやすいという感じでございます。BL-1。ある程度、ね、弾数は出ているはずなので、そんな頻繁に出てくるわけじゃないんですが、欲しいという方は中古をずっとこう、ね、しぶとく続けて探し続けていると、たまにひょっこり忘れた頃にやってきたりとかします。で、今でも多分4万円とか、そのぐらい、3万とか4万とかで買えるようなギターだと思うので、興味があったら探してみるのもいいかなと思います。僕自身も3万円とか、3万5千円とか、なんかそのぐらいで買ったような覚えがあります。そんなに高いギターではないです。でも、さっきも言いましたけれども、その80年代の気合が入っている頃のなんか純国産ギターみたいな感じで、すげえ作りがいいですね。
でも、まあ、どんしゃりすぎてちょっと使いにくいところもあったりなかったりという感じです。次に行きましょう。じゃあ、次はこれで。ババン。フェンダー USA のアメリカンヴィンテージシリーズというギターでございます。ビル・ローレンスから一気に価格帯が跳ね上がるんですけれども、まあ、こんなギターも使っていたりとかします。アメリカンヴィンテージシリーズ、まあ、通称ビンストとかって言ったりとかするんですけれども、その名前のとおり、まあ、割とこのヴィンテージ志向のギターではあります。いい感じに枯れてて、いい感じに腰があって、いい感じに音圧が整ってて、すごいこのバランスが良くて使いづらいって、使いやすいって感じですね。こんな感じの音です。ちょっとアンプから出ている音が、ね、あんまり大きくないから、ちょっとわかりづらいかもしれないんですが、本当にこの、ね、仮具合とか音圧とか、その辺がすごくバランスが取れてて、めっちゃ使いやすいという感じなんですよね。たまにバンドで使ったりするんですよ。普通にこうリハーサルスタジオにこれを持ってったりとかするんです。で、その時にそのエフェクターとかアンプとかも特に持っていかずに、本当にこのギター本体とそのシールド1本で行ったりとかして、まあ、マーシャルに地形したりとかするわけなんですよ。で、こうすげえシンプルなセッティングですけどもね、なんかマーシャルとかからこのでっかい音をこうガーって鳴らして、ギャーって弾くと、すげえいい音がボーンってなってきて、うわぁ、このギターすげえいいギターみたいだなみたいな感じで、まあ、改めて感心することが多々あるんですが、本当に大きい音を出したときにすげえその違いがわかるというか、その完成度の高さがわかるというか、なんかそんな感じのギターでございます。シリアルから調べてみると、1996年か1997年生まれらしいんですけれども、ちょっと具体的な品番に関してはよくわからないという感じでした。中古で買ったんですけれども、なんか正直機種とかに関してはよくわからない感じですね。シリアル見て、アメリカンヴィンテージシリーズというギターだということを知りましたし、なんかフェンダーの何かという感じでずっと認識しておりましたが、ビンストらしいです。アメリカンヴィンテージらしいです。まあ、アメリカンヴィンテージシリーズ自体は、ね、弾数がすごく豊富で、今でも全然普通に手に入るので。気になる方は探してみても良いんじゃないでしょうか。結構フロントにしたときのこうね、なんかモコモコ感もすごくいい感じで。すごい腰のあるガッツの効いた音で、すげえいい感じです。で、このね、適度な枯れ具合がすごい、なんか僕の中ではすごく良い感じなんですよ。まあ、あんまり登場頻度高いわけではないんですけれども、完成度高くてめっちゃ使いやすいギターだなという感じでございます。外で使ってね、大音量で出したときに、うわぁ、すげえな、やっぱこのギターいいんだななんて感心することが多いという感じですかね。そんなアメリカンヴィンテージシリーズ、ビンストでございました。興味があったら探してみてくださいませ。で、またなぜかハイエンドギターになってしまうんですけれども、こちらもまた紹介させていただきましょう。これもまた動画の中でよく出てくるので、ご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、バンザントというメーカーの、品番を全く覚えられない。STVR2 というギターみたいです。STVR2。まあ、これ新品で買ったんですけれども、結構高かったです。で、さっきのビンストもそうなんですけども、このギターもそのヴィンテージ志向なんですよ。で、さっきのギター、ビンストはそのちょうど良い枯れ具合、ちょうど良い音圧なんて言ってましたけれども、こっちのバンザントに関しては枯れっぷりが半端ないです。枯れ具合が半端ない。
聞いててわかりますでしょうか。そのゴム太さみたいなのとか、ね、その音圧とかはちゃんとあるんですけれども、なんかこの枯れっぷり、なんて言うんだろう、この枯れっぷり、なんて言えばいいんだろう、このジャリジャリ感っていうんですかね、なんかこれがすげえ強いです。で、悪く言うと、高音成分がすんげえ強くて。ちょっと今、弦高が低すぎるというのもあるんですけれども、枯れ感とともにその高音成分がすげえ強くて、どんなアンプを通しても、どんなエフェクターを通しても、なんかこの万山刀のこの万山刀ですみたいな感じのこの高音成分がすごいわーって出てきて、まあ、ちょっとこれまた正直扱いにくいギターではありますが、結構この枯れ感が、ね、すごく好きなので、これもまた気に入っているギターです。高かったし。なんとなく枯れ感強いというのがわかりますでしょうか。なんかジャキジャキっていうんですかね。なんかこの、なんていうんだろう、軽やかっていうのとちょっと違うんですけども、なんかうまく言葉では表せませんが、なんかそんな感じの枯れ感が強いっていう感じの印象のギターでございます。で、まあ、ギター本体自体に関してはね、もうすごい文句ないです。買ってから正直、能面って本当にもうちょっとネックいじったりとか弦変えたりしているぐらいなんですけれども、全然不具合が出なくて超いい感じです。ただし、一つだけすごくこれなんか大きな不満といいますか、本当にこれ何とかしてほしかったなというのがありまして、ご覧いただいている皆様の中に万山刀使いの方はいらっしゃいますか？万山刀お持ちの方いらっしゃいますか？塗装薄いのはいいんですけれども、ちょっと薄すぎねえかというのはありませんか？薄すぎねえかというか、これどうなんだというのはありませんか？このお尻の部分を見てみると、こんな感じでもうすごいこのボロボロになってしまっているんですよ。なんかこの塗装の落ち具合、まあ、別に落ちてもいいんですけれども、この塗装の落ち具合がなんかあんまりかっこよくない落ち方をしてて、僕の中でこれはすごいいただけないというか、もうちょっとなんとかならなかったのかななんていう感じが少しするところでございます。まあそのね、塗装が薄い方が音がいいとか、そういった理屈はちゃんと分かってますし、別にそれはそれでいいんですけれども、もうちょっとこのかっこいい、なんかこのみすぼらしい感じではなく、もうちょっとかっこいい塗装の打ち方とかってできないものかなと、そこだけすごく不満です。高かったのに。まだ買って4、5年しか経ってないんですけどね、このボロボロ具合。で、また、デカールもちょっと剥がれかけたんですよ。デカールっていって、このどのギターでもここにヘッド部分に、なんかこうロゴが入ってるじゃないですか、メーカーのロゴが。で、バンザーとももちろん入ってるんですけども、このデカールというシールとはちょっと違うんですが、シールみたいな部分が剥がれかけたんです、一時期。ある日、ちょっと突然、なんかこのバンザーとの文字が、ね、浮いてしまってて、やべえ、これパリッていったら全部剥がれるぞみたいな瞬間に出会ってしまって、本当は全然良くないですけども、本当は絶対に良くないんですけれども、ちょっとこの割れた部分に接着剤を流し込んで、接着をしました。このバンザントのデカール、このバンザントの文字がこのギターからなくなってしまったら、このギター単なるボロボロのギターじゃねえかと思って、その時はさすがにちょっと焦ってね、相当接着剤を流し込んで、無事事なきを得たような感じです。そんな感じで、ちょっと塗装がもう少ししっかりしてくれればいいんですけどね。バンザント使いの方、どうですか？すごい共感できませんか？わかるってなってると思うんですけど、どうでしょう？ギター自体は問題ないんですけどね。
ギター自体はすごい面白くない、すげえいい感じです。ちゃんとこの音圧もあり、腰もありつつ、ゴムとかもありつつ、枯れ感が凄まじいと。でも、この塗装だけって感じですね。すげえ高いギターになってしまうんですけど、興味がある方は調べてみてくださいませ。バンザントの STV-R2 というギターでございます。こんな感じでストラトシェイプのギターが多いのは、僕が単純にストラトが好きだからという感じです。で、前、機材紹介動画を作ったときには、サドースキーがもう一台いたと思うんですけれども、あれはサドースキーのメトロラインの R1 というギターでございまして、生徒さんが、欲しいという生徒さんがいたので、その生徒さんに譲ってしまいました。なので、これから動画に登場することはないでしょう。サドースキーさん、今までありがとうございましたという感じでございます。あのギターもあのギターですげえ良かったんですけどね、ちょっとストラトばっかりやってもしょうがねえという気持ちもあって、欲しいという人もいるし、じゃあしょうがないっつって。譲ってしまった次第です。他にもジャクソンのギターとか、他にもスクワイアのジャズマスターとか、なんかいろいろそういうのがあったかと思うんですけれども、その辺も全部引っ越しの際にあげちゃったんで、もう動画の中に登場することはないという感じです。一応、今持っているストラト、持っているストラトというか、弾ける状態のストラトはもうこの3本だけです。あとはもう弦外して弾けない状態のストラトという感じなので、これから動画に登場するのはこの3本のどれかの確率が非常に高い。そして、私が持っているこの唯一のレスポールタイプのギター、こちら。グレコのおそらく EG600 であろうギターでございます。シリアルから調べてみると、1979年だっけ。1979年製ですね。79年製のおそらく EG600 という機種であろうというギターでございます。ネットで調べてみると、その当時のグレコのカタログがいろいろ落ちているんですけれども、ゴンブト、なんだっけ、その当時のグレコのカタログがいろいろ落ちているんですけれども、その当時のグレコってなんか、もう同じような見た目で、ちょっとしたスペック違いでもいろんなラインナップを揃えてて、EG300 とか400、500、600とか、なんか900とか、なんか1000とか2000とか、なんかそんなようなラインナップがすげえたくさんバーッとあったんですよ。で、一応、なんかこのカタログのスペックとこのギターを比較してみるに、多分600じゃないかななんていう感じです。あとはこのピックアップをね、パカッと開けて、このピックアップの品番を見れば、このピックアップが何かを見れば確実になってくるんですけれども、ちょっと面倒くさかったので開けなかったです。やっぱりレスポールなんでね、こんなゴムとサウンドがするわけですよ。ついついこんな感じになってしまいますよね。普通にこのゴムとサウンド、レスポールタイプならではのゴムとかすごい魅力的だけなんでございます。そんな感じのギターです。で、こっち側、フロントでしたっけ、これは。フロントにしたときのこのね、ゴムとブレもなかなか秀逸で。
じの音色がするギターでございます。まあ、レスポールならではのゴムバットサウンドがすげえ特徴って感じですよね。あんまりレスポールを弾く機会はないので、これまた正直登場頻度としてはそんなに多くないんですけれども、まあ、すごくたまにレスポールが必要になるときが出てくるので、そのときにこれが出動するような感じでございます。で、ちょっと全然関係ない余談なんですけれども、先日アップロードしたレスポールの説明書という動画で、まあ、このギターが登場いたしました。で、そのときにコメントで、予言だけペグ変わってるんですねってコメントした方がいらっしゃるんですけども、よく気づきましたね。もうその方は見てご覧いただいてますでしょうか、今。すげえびっくりしました。というのも、これ中古で買ったんで、そのオーナーさんが、前のオーナーさんがなんか交換したんだと思うんですけども、ここだけそのペグが変わってるんですよ。コメントいただいて気づきました。コメントいただいて気づきました。あ、本当だ、ペグ違うっつって。もうそのぐらい全然見てなかったです。で、まあ、79年ということは、まあ、今から40年近く前のギターになるわけなんですが、まあ、今でもこうやって普通に使えるからすげえなって感じですよね。本当、昔の純国産ギターっていうのは、なんかすげえ秀逸というか、なんかすげえ半端ねえ気合を感じるような、なんかそんなイメージでございます。まあ、ネック周りとか全然問題ないんですけども、唯一、ちょっとこの不具合が出てしまっているのが、まあ、このバインディングですかね。この上のバインディングがちょっとこう剥がれてしまっているというか、割れてしまっているので、ここがピロピロしているんですよ。これがなんかこう演奏中に、ね、共鳴してビリビリって言ったりとかするんですけども、まあ、不具合としては本当それぐらいですからね。それ以外は本当何の問題もなく使えているので、もう半端ねえなと思います。こんな感じの音のギターでございます。普通にもうね、いい仕事してるわって感じですよ。こんだけ年数経ってもちゃんと使えるんだもんな。うん。で、全く悪くないです。全く悪くない。もうすんごいいい感じです。まあ、そんな感じで、グレコの EG600 であろうというギターでございました。ピックアップぐらい開けて調べるって話ですけれども、ちょっともうね、そういうのが億劫でね、ちょっと面倒くさくて調べなかったです。で、この辺から、ちょっと見慣れないギターが登場すると思うんですけれども、2014年の暮れぐらいにこんなギターも手に入れております。ヤマハの SA90 というギターです。SA90。シリアルから調べてみたところ、すっげえ古くて、1973年の9月生まれだそうです。これまた、ああ、奇遇って感じですよね。僕、1983年の9月生まれなので、ちょうど10個年上。って感じなんですよ。ちょうど10個年上。僕今32なんで、この人42って感じですね。で、僕9月生まれなんですけど、この人も9月生まれと。わお、あら偶然。で、その当時、ヤマハの SA シリーズ、こういうセミアコのシリーズは30とか50とか60とか90とか、まあ、いろんなこのグレードがあった中で、90という一番グレードが良いやつだったみたいでございます。で、まあね、実はもうこのギターは最近もう気に入りすぎてしまって、もうずっとこればっかり弾いているような感じです。その2014年の暮れにその知り合いの方から譲っていただいて、とりあえずもうめっちゃがっつりリペアをしたんですよ。ネック周りの状態があんまりよろしくなくて、結構音詰まったりするところが多くて、音出ないところが多かったんです。なので、もうネック周りをいつもお願いしている方に、もうガーッとお願いをしました。
結果的に、フレット交換と、あと、指板修正とかかな。あと、ナット交換とか、あと、ネック調整。まあ、本当にこの辺全部やってもらったような感じです。でも、フレット交換とかって、この接着しているネックだと割高料金になるし、バインディング、この横の白いのが入っていると割高料金になるし、あと、このナットのサイズがちょっと大きめで特殊だからという感じで、特別価格がとってもたくさんかかって、で、7万とか、そのぐらいお金かかっちゃったんですけど、で、ね、ちょっと、うわ、そんなかかるの、これはちょっと半端ねえなっていう気持ちもあったけれども、戻ってきたら、もう状態がめちゃくちゃ良くて、うわ、ほいとかですね。最近もう何を弾くにしても、もうずっとこれを使っているような感じです。もう超絶お気に入り。こんな感じの音でございます。すげえ、なんか超いい感じじゃないですか、超いい感じじゃないですか。で、まあ、こうやって歪ませて使うのもいいんですけれども、最近僕のスタイルが少し変化しつつありまして、あんまりこう歪ませてこうバリ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 とか、そういったことをやらなくなってきたんですよ。なんかこう、なんかバリ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 、なんだろう。なんかこういったことをあんまりやらなくなってきたんです。どっちかっていうと、このエロい音を出すことになんか夢中になってきたという感じですかね。もう本当にこの SA90 はですね、本当にこの、ね、音の艶といいますか、コシといいますか、この色っぽさ、色気とかもあったりとかして、でなおかつこのセミアコースティックギターならではのこの甘みっていうんですかね、まあ、平たく言うとエロいってことなんですけれども、エロい音が超出るんですよ。すごいこのいい感じですよ。ちょっとやってみていいですか。すげえいい感じですよ。何とも言えぬこのエロさ、わかりますでしょうか。
するギターでございます。ヤマハの SA90。マジ本当に最近超気に入りって感じです。もうずっとこれ弾いてると、時を忘れてもずっとこれと遊んでいたくなるぐらいの、もうそのぐらいのお気に入りって感じです。なので、これから動画の中で登場するかもしれませんが、そんな感じでこのギターもよろしくお願いいたしますということです。調べてみると、SA60 は結構あるんですけども、SA90 ってあまりないみたいですね。ヤマハの SA90、当時多分新品定価が9万円ということだと思うので、今中古で手に入れると思ったら多分9万円とかそのぐらいで手に入るとは思うんですけれども、興味があったらちょっと調べてみていただけるとこれ幸いですという感じです。いや普通にそのね、品番、全く調べてなかったからよく知らなくて、どうせ SA60 だろうなと思ってたんですが、シリアルとか調べてみたら SA90 でちょっとびっくりという感じです。元からすげえいいギターだったんで、気に入ってて別に品番はどうやっていいんですけれども、やっぱりいいギターだったんだなみたいな感じですね。そんな感じで、超お気に入りのギターでございます。ただ、ちょっと唯一の欠点があるとしたら、重いという感じです。あ、もうちょっと弾いていいですか。最近その僕がライブをするときって、アコギ1本で演奏することが多いんですけれども、この間たまたまちっちゃい箱でまたやる機会があったので、ちょっと試しにエレキギターでもライブやってみようと思って、これを持っていったんですよ。で、そのときにね、そのソロギターっぽいスタイルで演奏してみたんですけれども、このギター音がめちゃくちゃいいから、すごい気持ちよくライブできたという感じのエピソードがございます。ちょっとやってみていいですか。この間ライブでやったやつを。意外とこっちにせずに、これね、外側のなんだっけ、リアでしたっけ、リアで鳴らすという。演奏してたわけなんですが、本当にギターとシールド1本だけ持ってって、ね、向こう の箱に置いてあるアンプで演奏したりとかしたんですけれども、その時に、ね、なんか初めて人前で弾いて、うわやっぱこのギターめっちゃいいなみたいな感じでひたすら感心をした出来事が、ありましたということです。で最後の1本、こちら。私が2016年1月現在、最新で手に入れたギターという感じでございます。東海の ES185 というギターでございまして、これも、
年末かな、年末、12月にちょっと知り合いの方から譲っていただいたギターでございます。これもまたすげえいいギターなんですよ。ほんまにもう半端ねえいいギターですね。これもマジ半端ねえです。まあ、ES335 っていうギブソンのギターを目指しているというか、なんていうか、コピーというわけじゃないですけれども、まあ、ちょっと真似て作っているギターなんですが、もうこれやったら335いらないんじゃないのっていうぐらいに、もうすごいいい音がします。もうこのね、このエロいトーンがですね、本当すさまじい。最近ハマっているギタリストとして、その小沼洋介さんとジョーパスというのがあるんですけれども、小沼さんのスタイルとか、まあ、割とはその SA90 でも真似できるというか、弾けるんですが、ジョーパスみたいなことをするために、フラットワンドを貼ったギターが欲しいなと、ちょっとこう思ってたんですよ。で、その譲っていただいて、もうこれをそのジョーパススタイル専用のギターにしよう。専用というわけじゃないですけども、もうこのギターもフルフラットで使っていこうみたいな感じで、とりあえず、いただいてからは、やったこととしては、まあ、ネック調整と、あとフラットワウンドを貼って、弦高高めにちょっくらセッティングしております。フラットワウンドというのはこのツルツルする太めの弦という感じですね。この巻き弦がツルツルして平らなんです。で、これにすることによって、またこうね、このエロさ、前回のこの丸い音が出るわけなんですけれども、まあ、これをやってみたら、またすげえいい感じで、はぁーって感じですね。はぁー半端ねー、超いい、超いいぜみたいな。丸さがすげえ、この半端なくないですか、ね。Thank you.
まあ、こんなギターなわけです。このエロさ、たまらん、たまらんという感じです。わかりますでしょうか、この丸みのある感じ。まあ、これ、フラットワンドを張っていることによって、まあ、こんな感じで、ね、モコモコした音になっているというか、結構大きいんですけれども、単純にもうこのギターの作りというか、もうすごいもうこのもう元の音がもう良すぎてもうたまらんという感じでございます。というか、すげえ長い、この動画。普通に5本のギター弾いているだけに長いな、この動画。まあ、まあ、でもそんな感じでございます。こんな感じで T、東海の ES185 というギターも、実は近頃手に入れておりますということでございます。よかったら参考にしてみていただけますと、これ幸いです。もう個人的な意見としては、そんなに335をたくさん弾いたことあるわけではないですけれども、こんなにいい音がするなら、もう335買わなくていいんじゃないかなと、思ってしまうぐらいに、もうとっても良いギターでございます。本当にもうこれも超絶いい、本当にこのギター、さっきの SA90 もそうですけども、このギターも弾き始めると、ずっと弾いていたくなるぐらいに。そんなギターですということでございました。まあ、参考になるところはあったのかないのかわからないですけれども、とりあえず以上な感じです。この動画で紹介させていただこうかなと思っていただいたギターは、まあ、以上でございます。まず、ビル・ロレンスが BL-1 という機種で、フェンダーの USA はアメリカンヴィンテージシリーズの97年生まれか96年生まれかのどっちかの、よくわからないやつ。で、サドースキーじゃないや。サドースキーはもういなくなってしまったんです。バンザントは STV-R2 という機種で、グレコに関しては多分シリアルから見るに79年製の EG600 ではないかと。で、ヤマハは SA90、73年製の SA90 で、これは ES185 という感じで、まあ、何気にちょっといいギターが揃ってきてしまってはいるんですが、2016年1月現在の滝沢ラインナップとしてはまあこんな感じです。他にもまあエレキギターあるっちゃあるんですけれども、まあ、その他はあんまり使わないかなという感じですね。ここ2、3ヶ月で引っ越しをしているんですけれども、引っ越しの際にギターを15本ぐらい処分したんです。もう、ね、使わないからと思って、もう、ね、欲しい人みたいな感じで欲しい人にこう、ね、バーッと全部あげちゃって、まあ、結構な本数を減らしました。で、まあ、この辺に残っているのがね、もうこれはあげたくない大事なギターなので、この辺は残しているんですけれども、これから機材が増えることもそんなにないかと。思います。割とこの辺でもゴールというか、もう終着点かなという感じのラインナップになってまいりましたが、もしかしたら、あと1年くらいしたら、買っちゃいました、てへって言ってるかもわからないですけどね。で、まあ、エレキギターに関してはまあそんなところです。もし興味があるもの、なんかこう好みのものといいますか、あれいいなとか、これいいなとかがありましたら、ちょっと探してみていただけますと幸いでございます。はい、では、今回の動画もめちゃくちゃ長くなりましたけれども、そんな感じで終わりにさせていただこうかなと思います。また違う動画でお会いいたしましょう。それでは、さようなら。